20数年前、バブル真っ最中で、銀行は、どんどん回収見込みのないところにまで貸し付けをやっていた。銀行を真似て、マリンバンクや農協も、組合員に簡単に貸していたんだ。ある漁業系の貸し付けは、めちゃくちゃひどかった。1000万円の評価額の土地を担保に、2年間で計3000万円を借りた A という人がいた。なぜ、そんな貸し付けができたのかというと、組合の会長が入院中で、代理の B が決裁を下してたらしい。詳しくは知らないが、A のようにどう考えても、絶対に借りられるはずのない大金が、数人の組合員に貸し付けられた。で、数年後、金を借りた人の親戚のもとに、督促状が何通も届くようになった。そのほとんどが、高校はおろか、中学もろくに行っていなかったような老人なんだ。督促状には、大金を借りた組合員の保証人と書いてあった。ローンも組めない年金暮らしのお年寄りを狙って、組合員、会長代理の B らが仕掛けた詐欺だった。田舎じゃ、玄関の鍵なんかかけないから、勝手に家に入って、老人の実印と印鑑証明を持ち出したんだ。その上、土地の権利書も持ち出し、勝手に抵当に入れてたから、親戚中が大騒動。そんなのが何件も出てきたんだけど、マリンバンクは、借金は借金だから、何とかして払え。借金をした本人は、困った親戚を助けるのは当たり前と開き直る。被害者は、子供や孫に叱られ、ショックで死んだり、首をくくったり、家を取られ、住むところをなくし出ていった老人もいた。それから、すぐに、会長代理の B が、突然の原因不明の病気で病死。組合理事 C の妻が病死し、息子夫婦が破産し離婚。組合理事 D は、多額の借金を残し、妻子を捨てて夜逃げ。A は心臓病で倒れた。これが、一月以内に立て続けに起こったんだ。A が倒れる前に、A の妻が、何人もの老人が、A の家の周りをぐるぐる回っているのを目撃していた。こいつは、どうする？こいつも騙された口やでな。取らんでもいいな？そやけど、懲らしめんとな。そうや、懲らしめんとあかん。後になってわかったが、A は、借り入れ金額3000万のうち、500万を B、C、D にピンハネされていたそうだ。今、A は生きてはいる。生きてはいるが、いつも、耳元で、年寄りから騙し取った金で飯食うとるんか？夜中、沖で船が止まったら空怖いでー、仲間が来るでなー。そんな声がしょっちゅう聞こえて、夜も眠れないそうだ。なぜ、自分がこれを知っているかというと、A は、自分の親戚で亡くなった老人も身内なんだ。権利書、実印、印鑑証明などを取られたのだから訴えればよかったと思うのだが、親が言うには、身内から逮捕者を出したくないと思ったんだろうとのことだった。霊感の強い母曰く、A の肩には、嫌な笑顔の3人の老人と、もがき苦しむ B がしがみついているのだそうだ。A は、ニトログリセリンを首からぶら下げているのだが、その瓶を、3人の老人が指で弾いて遊んでいるという。多分、今度発作が起きたら、ニトロを口にすることなく苦しみながら行くのであろう。ケイちゃん、母の名前、因果応報なんよ。仕方ないことよな。老人の一人が、母にそう語ったそうだ。